しい団らんのひととき。カルピスを使って洒落たカクテルはいかがでしょう。カルピスウイスキーフロート。まずカルピスをグラスに1/5、次に炭酸水を入れよくかき混ぜます。最後にウイスキーをグラスの縁から静かに注いでください。さあレモンを添えて出来上がり。カルピスを使って手軽にできる楽しいカクテル、皆様もぜひお試しください。